はい、おはようございます。板金屋さんが、外周をですね、張り続けに続けをきていただいております。こっちの面が1階の、大体張っていただいたようですね。2階の方へもうちょっとしたら行くんだと思いますけれどもね。はい、はい、2階もね、電気屋さんに大工さんにですね、いっぱい入ってきてもらって、今日は魚屋さんがいないんですけれども、だんだんね、現場がね、修羅場化してきた感じがしますね。こんなのんきにビデオを撮ってる場合じゃないっていうのもあるんですけども、これ記録とですね、後での資料ということも兼ねてますので、記録はまめに撮っておこうと思いますので、はい、そんな感じです。昨日作った、この辺の基礎もね、固まっておりますので、そんなにね、壁の強度を受けてどうのこのっていうわけでもないので、もう今から外して、加工する準備をしたいと思います。はい、これからですね、部屋がどんどん分かれてきてですね、照明器具が、1個では全然足らないし、応援で来てくれた大工さんもね、持ってってくれてたんですけれども、ちょっとね、全然もう足らなくなってきたので、ライトを買い足しましてですね、うちはですね、道具をですね、盗まれないようにするという名前も書くんですけれども、パッと見ですね、悲しいことにですね、盗難ということが多いんですけれども、盗難する気力をなくすためにですね、新品でなくすという、これがまず第一番だと思っています。特にですね、コンプレッサーとかです、ね、電気工具とかはですね、転売をしてですね、儲けようなんていうやつもいて、新品を現場に置いてピカピカのまま使っているとですね、盗難の被害が遭いやすいということがあって、ウェザリングをしてしまうということをやっております。で、青の線量をやり込んでおります。はい、青の線量ですね。盗難防止。ですね、なんとかうまく収まった感じですね。これ、今きちんと締めたいんですけど、これあまり締めすぎるとまだセメントの効果がですね、きちんとできてないので、じめじめっとこう抜けてくる可能性があるので、今日のところは、これだけにしておいて、あと明日か明後日ぐらい、もうちょっと強度が出てから、しっかりボルトを締め直そうと思います。はい、伊勢の現場はですね、ちょっともうピンと張り詰めた感じで、一刻の猶予も許されないような感じの、ちょっと言葉おかしかったかな、そんな感じですけどね、海壁もね、こうやって作りながら、階段の下の基礎とことかやって、夜になってですね、ちょっとこの板金屋さんの車とかですね、ちょっとね、この辺がさっぱりしたあたりで、鉄骨の基礎の積み出しをしてます。明日ですね、鉄骨屋さんとですね、最後の確認をしてもらいますので、一応芯にね、あえて、釘を打って糸を引っ張ってですね、こういう仮の長針、これ結構便利ですよ、これ、こういうのでね、やってあそこにも、隅を出しました。これでですね、この時点でですね、1センチ程度の誤差は全く問題ないんですけれども、
それでちゃんと収まるかどうか確認して、上のですね鉄骨の、枠を止めるのに、枠というかですね、あのボルトとかのね、この前作った椅子を止めるのに、その時にですね、あのしっかりとですねミリ単位の確認をするという形になります。はい、ここもね寸法出しましたので、ね、はい、そんな感じで、まもなくです。まあ上の大工さんもね、頑張って進み出してもらってますね。ちょっと考えてたんですけれども、鉄骨にも、鉄骨じゃない、鉄筋をですね、下にぶつかしておいて、ちょっと高いところを投げていた方が、その方が取りやすいかなと。ただ、このままだとね、見栄えというかですね、ちょっと見にくくて危ないので、青く塗っておこうと思います。感じですかね、もうね黒く塗るというか、まあ、青く塗っちゃいましたけどね、そんな感じです。はい、ね、応援の大工さんもですね、2階の隅出しを、ね、暗くならないとですねレーザーが光らないと言ってですね、ちょっとさっきまで残って頑張ってくれてましたけれどもね、引き上げててくれました。ですね、私の道具をですねこうなんか結構青く塗ってるんですけれどもね、これでね、道具がなくなる率がね、すごい少なくなったんですが、逆に言うとですね、全部青色なんで、道具箱に入っているときに、パッと取り出すときにね、何が何がわからなくていいっていう、そういうデメリットもないこともないんですけどもね。あとですね、このね、青でいいなと思ってたらね、足場屋さんがね、うちのこの着てる足場屋さんの、ちょっとこれがわかりやすいね、この、ね、足張りもね、青いところがしてあるんですけど、俺らはね、ちょっと濃い感じのようになってましてね。なので、まあ、間違えることはないと思うんですけどね。なので、この現場終わるまではちょっとね、自分の足場に、ね、青いの塗らないでおこうかなと思ってます。ね、こんな感じでね、いろんな道具がね、いろんな青く塗ってあります。スミツボさえもこんな感じですね。はい。ね、こういう土の袋なんかもともと青いので、もう塗る必要もないしね。ブルーシートなんかね、もうもともと私の色みたいな。あそこにね、転がってる水平器もね、でもね、青いんですけど、ちょっとやや、うちのね、ちょっと水色っぽい青をね、足してありますね。こういう仮枠ハンマーもこんな感じですね。はい。それでもう一個ね、あと、面白いことで、京都大学のね、実験棟のところにちょっと応援に行ったことあるんですけどもね、そこのね、そこの道具もね、なんか同じような青色なんですよね。なので、あそこ行って、自分の道具出した時にちょっとね、気まずい感じになったりもしたんですけれどもね、そんな感じです。ただですね、やっぱり本当に道具がなくなる率はね、確かに少なくなったので、時々道具マニアの方でですね、そんな、新品の道具にね、そんな汚くしたらテンション下がっちゃうなんていう話もあるんですけれども、何よりね、やっぱり道具がなくなることの方が、私は困ってしまうので、そういうのを防止できればと思っております。なのでね、しばらくこの青く塗るのは、続けようと思ってます。はい、鉄骨部分のですね、隅出しもね終わりましたけどね、こうなんかで結構ね、やっぱり複雑なもんでね、こう CAD でですね、対角の寸法を出したりとかしながら、確認していく必要があります。で、やっぱり外にもね、こうやってね、鉄筋をこう打ちましてね、さっきのこの青い色を塗ったやつですね、ぶっ刺してですね、一応これが、その鉄筋の芯になるということにしたんですけれどもね、まあそんな形で、今日は段取りが終わりましたので、ちょっとね、まあ、いろいろとまた道具の積み込みとかいろいろあるので、一旦、早めに、作業場に戻ろうと思います。早めと言いながらもね、やがて7時になってしまうのかな。向こう戻ると、7時に回りましたね。はい、向こう戻ると、多分8時半とか、9時になってしまうと思いますけれどもね。はい、そんな感じで、はい、どうもご視聴ありがとうございました。